皆さんこんにちは。本日は古今東西の天才たちがほぼ兼ね備えている6つの共通項ということでお話をさせていただきたいと思っております。今回はですね、天才の世界という書籍ですね、湯川秀樹さんと市川菊也さんが書かれた PHP から出ている書籍なんですが、まあ、この辺をですね、参考にし、その上でですね、いろいろとお話をさせていただきたいと思っております。まずですね、天才の条件ということでお話をさせていただきます。6つの共通項があるということなんですね。まあ、どんなことかと言いますとですね、順番に話をいたしますと、1番目は孤独であるということなんですね。孤独は天才の学校であるという有名な言葉がありますけど、第一級のクリエイターとかね、クリエイティビティが発揮する人というのはどうやらね、多くの人たちとワイワイ仲良く楽しく協調して、そういう生活をしていればできるというものではないということなんですね。もちろんですね、取り掛かる業種とか業態、職業、そういうものによって変わってくるところがあるんですけど、まあ、こういう協調性というものがね、あると、できない仕事、できる仕事があるんですが、必要以上に協調性というものがあるとですね、それにとらわれてですね、それがむしろ邪魔になる場合が多いということなんですね。こういう他者、他人、周囲、仲間、親戚、家庭、そういうものから離れてですね、自らがこの一つのものに没頭してですね、ある種のこの精神的孤高ということを守るということが大切であるということが言われており、まあ、それを実践している人が天才の中には非常に多いということなんですね。とにかくこの一人でね、黙って考える態度というものが必要になってくるんであるということなんですね。なぜならば、少しでもね、高い仕事をしようというふうに思えばですね、どうしてもですね、自分の課題に一心不乱にならなければならないと、そういう状態にならないとですね、この天才という境地には達成できないということでですね、これを続けていると、まあ、孤独という状態になるということなんですね。まあ、有名なですね、物理学者のアイザック・ニュートンという人はですね、ものすごい集中力があったということで有名でしたね。まあ、あの有名な話でエピソードということで言いますとですね、例えばですね、馬を引いてですね、お使いに行って、まあ、子供の頃ね、親に任されて馬を引いてあっちに行ってそれから戻ってきてくださいと、まあ、いうようなことをね、親から言われて、はい、わかりましたということでね、それをやったんですね。ただアイザック・ニュートンはね、本を読むのが好きだったり、まあ、物理のこと、数学のことを考えることが好きでですね、馬を引きながらですね、テク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 歩いて、ずっと考えながら歩いておったということなんですね。そこまで良かったんですけど、ふとですね、気づくと馬の紐を持ってるだけでですね、馬はね、どこに行ったか分かんなくなってしまったというような、ね、ことがあるという話がありますね。あともう一つ有名なのはですね、大人になってからのアイザック・ニュートンなんですけど、猫をね、飼っておりまして、猫好きで猫を飼っていたんですけど、大きい猫と小さい猫がね、2匹いたということなんですね。で、猫はですね、まあ、部屋に外に出てもいいし、部屋の中にいてもいいから、あ、まあ、自由に出入りできるようにね、させてあげたいというふうにニュートンは思いましてですね、じゃあどうするかというと、まあ、部屋はね、やっぱり扉は閉めなきゃいけないんでね、扉を閉めるんですけど、猫は自由にね、出入りできるように猫専用の穴を作ろうということでね、扉に穴を開けたということなんですね。そしてですね、大きい猫用と小さい猫用の2つの穴を開けたというんですね。普通ですね、1つだけで十分だろうというところをね、一生懸命ノコギリを使って2つの穴を開けたということでね、非常にですね、間抜けな部分が あったというところなんですね。まあ、アイザック・ニュートンはね、子供の頃は結構ね、不幸な生活環境ということでですね、なかなかこう厳しい少年時代を過ごしたということでですね、それを乗り越えるためにはですね、やはりこの自分の考えに没入しなければいけないような状態であって、それがですね、大人になってからのこの強烈な集中力を生むような生活を送る原因となったのではないかと言われているということなんですね。そしてもう一つね、ニュートンと並ぶですね、天才ということになると、アインシュタインという人がいますけど、この人もですね、やはりですね、
アイザック・ニュートンに負けじ劣らじの、まあ、変人な部分があるわけでございますね。まあ、この人もね、日常生活が非常にダメでですね、まあ、エレベーターにね、乗れないとかね、あとはこの電話番号とかがまるっきりわからないとか、そういうことが非常にたくさんあってですね、あと服もやっぱりこうネクタイとかそういうものできちんとした服が苦手でですね、いつもこの首周りがだらんとしたような、セーターとか、そういうのを常に着ていてですね、なんか非常にこのみっともないね格好をよくしていると言われたことも結構あったらしいですね。そしてこのアインシュタインとニュートンに共通しているね、部分がね、ありまして、この2人はですね、この大天才でこれだけですね著名であり、社会的にもですね影響力が強い人であったにもかかわらずですね、両方ともねこの2あの直接の弟子は、ね、ほとんどいなかったというんですね。非常にやっぱり孤独な人であったということなんですね。そして、まあ、共通項の2番目ですね、それはですね好奇心が強いということですね。好奇心が強いと、まずですね、天才のほとんどはですね、独学的な生活を送っていたということなんですね。誰かから学んで、もちろん学校に出てね優秀でエリート的な人もたくさんいるにはいるんですけど、やはり基本的にね、誰かから学ばされてとかね、学ぶ必要があるからというんではなくね、やっぱりこの自律的に学ぶということがね、どうしても必要になってきて、やっぱり人生の一時期でもですね、その独学で自分で何かを学んでいくということがですね必要な時期、こういうのを通ったということがあるということなんですね。そしてこの好奇心が強いということと独学というのはやっぱり直結しているわけですね。好奇心がないと独学というのは成し遂げられないということですね。でまあ、知識の追求とかですね、新しいものに興味を持ち積極的に学ぶとか、新しい体験、そういうものに対するね挑戦の気持ちを抱く、恐れを抱かないということですね。あとはこの常にね、何かわからないことがあったら質問すると、そういうものでね自分でこう考えて自分で質問していくという態度、そして、いろんなねトラブルが起こっても自分で考えて問題の解決をしていくというですね、この積極性と柔軟性、こういうものがですね、兼ね備えているということなわけですね。そして次は集中力ということになりますね。ニュートンの思考の集中力必要性というのはですね、これは天才を天才たらしめる条件だということなんですね。ニュートンはある人にですね、創造の秘訣とは何かということを聞かれたことがあるということなんですが、その時にニュートンが答えたのはですね、常にその問題を考え続けることであるというふうに言ったというんですね。これはですね、アインシュタインも同様であるわけでございまして、アインシュタインもですね、私は特別な能力があるわけではないと、常にですね、課題について考え続けていただけであるといったような言葉があるわけでございましてですね、とにかくね、昨日と同じことをやって、今日も同じことをやって明日もやる、しかもそれが失敗続きでダメだダメだということで、繰り返しているけど、それをやっているうちにですね、何かこれ飛躍のチャンスというものが訪れるということが世の中であって、そこまでこう続けられるかどうか、その集中力が続くかどうかということが非常に大切であるというふうに言ってるわけですね。大きな発見とかね、アイディアとか、その構想力を持って思考するというものはですね、常にですね、継続的な力、集中力、思考力、これをずっと続けることをしなければですね、決して成立しないということをですね、力説しているわけでございますね。そして4番目は不屈の精神ということになります。天才の条件というのはね、やっぱりこの集中力とか持続力というふうに言われるけど、もう一つね、必要なのが、不屈の自尊心ということになりますね。まあ、自尊心というのはですね、傷つきやすい部分もあるんですね。そして、自分のですね、行動のためのバネにもなるということになるわけですね。これはですね、非常にこの扱いが難しいわけでございますね。自分の自尊心を守るために頑張る、しかしですね、ちょっとの心でも傷つきやすくて、折れてしまう、しょげてしまうということがあって、一種のですね、
アクセルにもなるしブレーキにもなるというような存在であって、一種のこの自己矛盾的な力ということになるわけですね。それゆえにですね、これ激しいね、この内的な葛藤が起こるわけですね。でもこの葛藤はね、持っている人間にとっては確かに苦しいものなんではあるけど、それがですね、またこの創造というものを生み出す原点となるわけでございますね。そして5番目はね、精神的バイタリティということですね。まあ、天才的人物というのは精神的なバラエティにおいて極めて旺盛であるというふうに言われております。単にね、体が強いとか弱いとかそういうものを超えたですね、一種のですね、この全人格的なバラエティというか、そういうものがあるということなんですね。つまりこのみなぎる闘志とかね、あふれるエネルギーみたいな、そういう感じでしょうかね。でもね、これは一つ間違えればですね、一種のね、強靭的性格、というかね、ある種の気違いじゃないですけどね、そういうような扱われ方もされる可能性もある、一種のこの変人とかね、変わり者とか、はみ出し者とかね、そういうような立ち位置に置かれやすくなる可能性もあるわけですね。しかしね、この精神的なバイタリティが強いということはですね、そういうような強みにもなるけど、これはみ出したら手に負えないというような、危険な代物であるし、その上にですね、自分のことをこうコントロールするのがなかなか難しいということなんですね。やはりですね、体力があってエネルギーある人とエネルギーがない人がですね、自分自身をコントロールすると、やはりエネルギーがある人の方がですね、コントロールするのは難しいと言われるのはですね、寿命の理でございまして、なかなかこうコントロールするのは難しい人生ということになって、このようなね、自己矛盾を抱えて、その上でこの自分を発展していくというか、集中的にこう自分の人生を展開させて、目的に向かってですね、疲れたようにこう取り掛かっていくという、そういう仕事をやり続けていく人物がですね、破滅しないでいこうとするというのはね、かなりこう難しくて、それゆえですね、普通の生活をしながらですね、目標に向かってこの進んで成果を出す天才というのはですね、実はかなり珍しい例なんじゃないかなということなわけですね。そして6番目がですね、逆境を跳ね返す力ということになりますね。天才という人たちはですね、基本的にはですね、認められないものがむしろデフォルトであるという、説もあるわけですね。なぜならば同世代の人はですね、やっぱり自分の隣に天才というものがいたらですね、やっぱりちょっとこの認めたくないという部分がありますね。自分よりもですね、圧倒的にこう秀でた力があったり、圧倒的にずば抜けた能力があると、例えば同業者とかであったりしたらですね、ちょっとね、近くに来ないでくれという気持ちになったりしますね。そして、自分よりも数段上の世界のですね、人だとですね、その人が言ってることが理解できないというようなことがありますね。そして先ほども言ったようにね、この精神的なバイタリティが圧倒的にこう強かったりするとですね、ある種のこのオーラとかエネルギーみたいなものが強くてですね、目の前にそういう人がいるとやっぱりこうちょっと逃げたいと、近寄りたくないというような部分があったりするわけですね。人間の例えで言うと、鳥で、例えて、言いますとですね、クジャクみたいなものでね、クジャク人間みたいのがいてですね、普通に歩いてて、いきなりね、お尻からバーンとこの羽みたいなものをね、バーンって開けて、こんにちはみたいな感じで近寄ってきたらですね、ちょっとこの人何みたいな感じになると思うんですけどね。そういうようなこのまばゆいオーラみたいなね、不思議なこのエネルギー、バイタリティみたいなものがあるとですね、遠くから離れて見てる分には面白かったりですね、楽しかったりするけど、それがですね、例えば自分の同僚であったりですね、仲間であったり、ライバルであったり、あるいは家庭が同じだったり、兄弟だったり、家族だったりするとですね、そんなものでね、パーンとこう広げられてはちょっと困るみたいなところがあってですね、基本的にはこの近くにいる人物からはちょっとこの煙たがれる存在であるという分は間違いないんじゃないかなと思いますね。ですから基本的に天才というのはですね、自分のこの同時代の人間よりもですね、自分の
次の時代とか次の世代とかですね、あるいは同じ時代でもね、ちょっとこの国が離れているとかね、文化が若干違うとかですね、そういう部分ですね、いわゆるドーナツ現象と言われますね。自分の身近ではこう空間です、こうなんかこう空白なんですけど、そのちょっと先にですね、この実が実るみたいな感じでですね、ちょっとこう離れたところで影響力を発揮するというようなね、ケースが多いということなんですね。まあこんな感じでですね、6つのですね天才のこの特徴、そういうものがですね、ちょっとね、いろいろな部分でこの歴史的な天才たちにこう共通する部分として見られるんじゃないかなというお話をさせていただきました。